楽勝が過ぎたな。足掛け上がり。やったー。皆さんこんにちは、コハダイチャンネルのこれです。大輝です。パパです。ママもいます。今日は鉄棒抜き打ちテスト。最近鉄棒やってる？やってない。やってないやんな。やってる。やってる。いや、やってないわ。どっち？幼稚園でやってる。ちょっと2人ともうるさくて分からへん。どっち？やってない。やってる。やってない。やってる。あ、そう。じゃあしてない。え、どっち？分からん。やってなさそうなので抜き打ちでテストしてみたいと思います。はいはい、はい、まあ今までやってきたいろんな技をもうポンポンポンとやってみてもらおうかな。はい、うん、ちょっと軽くストレッチしておうか。はい、はい、伸ばしたり腕伸ばしたり。よし、足伸ばして。あれ、いつの間にかいつの間にか体育教師がいる。基本同じ技を順番にやってもらうんだけど、うん、どっちからいけますか。はい、最初はグー、じゃんけん、はい。はい、じゃあ最初から行こう。何すんの？何する？じゃあ、毛上がり。あ、わかった。パパが初めてた毛上がり無理や。毛上がりって何？わかった、言うて。毛上がりで。じゃあ、まず、お願いします。え、前回り？頑張れ。はい。あ、待ってる人はちょっと鉄棒持ってあげてね。はい、アクション。いや、でもできたから。次、小春ちゃん。どうぞ。前回り。うん。はい、楽勝。楽勝が過ぎたな。前回り、代わりにちゃんとしてほしかった。何言ってるの？じゃあ次は、逆上がりと見せかけて、豚の丸焼き。なんだそれ。簡単すぎて何も感じないぜ。いい感じに焼いてよ。はい、あ、どう、あれ、あれ、あれ、またまた焼けてないで。火がつきました。やっとやっとついた今。ちょっとここが暗くなってください。はや、うわ、丸焦げになってくる。はい、オッケー。よーし、こんがり焼けた。はい、次。取られた。小春豚の丸焼き。はい。お願いします。はい。はいはいはい。まだ火をつけています。笑かぬ。はい。火担当の人。ああ、笑いながら危ないよ。真面目にしてよ。はい、ついたついた。はい、焼けた。焼けた。焼けた。こんがり焼けた。続きまして、逆上がりお願いします。せーの、せーで。おー、よー、やってた？練習してた？してない。なんか前より軽い感じがしたけど。してない。では次、小春ちゃんの逆上がりです。どうぞ。おー、次どうする？次空中坂？あー、もう太一ラストやねんけど、そうなると。じゃあ次、足掛け上がり。やったー。これ行きましょう。なーに、足掛け前練習した。足掛け前、足掛け上がりやろ。めっちゃ前練習したって幼稚園で。え、そうなんや。へ、うん、だからできる気はあります。いくで、覚えてんね。いや、だから足掛け上がりやろ。ん、足掛け上がりやろ。うん、うん、どうぞ。お、あ、足外れた。ちょっと待って、手合わせちょっと直す。なんかさ、あの足掛けの前回りと後回りの、うん、いや、足掛け上がりをした後の足掛け前回りと足掛け後ろ回りやろ。オッケー。うん。はい、行きます。どこに行った今。なになに、なになに、足掛け上がりそんな複雑やったっけ。ここに足を置いてるって。
先生こんなんならへんから。あ、来た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 。あー、いや全然震えてないで。はい、ブー。無理だよ。ブー。はい、終わる。お姉ちゃんです。いけ、行きがしない。自信ある言うて、自信ある言うて、見とけ、お姉の見とけ。はい、何？ああ、おー、いいよ、勢いあるよ。そこや。ああ、もうちょい、もうちょい。うわあれあれ、やばいやばいやばい、もうちょいやな、いけそうやで、マジで。あと2回チャンス。あ、いける？多分いける。じゃあいいよ。うわぁ、ここで足掛け上がり上がったらちょっとかっこいいな。うわぁ、はい、来た。はい、勢いつけて。はい、もう次ちゃうか。おぉかーっ、さぁもう一回いけるぞ。うぅっ。あれできるようになったで。話切り替えんだよ。何よ。チキモリ。コウモリ。何？これ。お。何それ？え、なんかコウモリで降りるやつ。降りるやつ。コウモリ降りや。じゃあ空中逆上がり。空中逆上がり。オッケー、いける。お願いします。多分いけんねん。自信はあんねん。持っといて、持っといて。持ってる。オッケー。さ、タイチやな。連続どうやっていけるようになったんや。お、なんかママが無言で、ママが無言で鉄棒押さえに来た。タイチを心配してる。はい、からの空中逆上がり。おギリ。じゃあ、ファールさん、空中前回り。今日はもうこれを最後の技にしよう。久しぶりにやって成功するか、抜き打ちテストです。どうぞ。おー、できた。もう一回。はい、よ。いや、なんか連続より一回くるって回ってちゃんと上でピラッと止まった方がなんか上手な感じがするんだけど。はい、オッケー。はい、行くで。頑張れ。おい、それ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 。じゃあ空中前回り。空中前回りできたことないやんな。ない。じゃあ挑戦1回して終わろうか。うん、1回。うん、1回で十分や。本気やで。ただし本気やで。うん。おー、全然悪くないよ。悪くないよ。はい。成功するまでは難しいわ。成功するまで。待って、足掛け上がり練習する。今の感じだったら足掛け上がりを練習するパターンやな、小春。足掛けもできそうだった。多分この手の返しがちょっと分かってない感じだった。なんかな、こうやろ。そう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 。この状態にならなかったな。手の返しを知らない感じだったわ今。ほら、手が全然こんなに。というわけで次回はタイチくんの足掛け上がりでお会いしましょう。はい、オッケー。あれ、泣きそう。悔しくて泣きそう。うん、泣きそうな。あれ、いや、よかったよな。あ、空中逆上がりできないかなと思ってたよ、パパは。久しぶりすぎて。でもちゃんとできたし。できるわ、できるわ。次の課題も見えたし、頑張ろう。はい。というわけでこの動画が良かったらそれでは次の動画でお会いしましょう。せーの、バイバイ。バイバイ。はい、じゃあ皆さん応援してあげてね。